too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the...はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、タラです。今回は速報というか、まあ残念なお知らせなんですけれども、今回はね、この強盗バッグ入手やノーズやね、ポリスのねコスチューム入手、これをねモッドジョブ作った人ハスキーさんが、ジョブをね、一回撤回しますということになりました。要するにできなくなりました。なのでジョブのロビーを開いている人は開いている状態では維持できるかもしれないけど、ここに参加することは一切不可能です。なので参加済みの人はなんとか最後にゲットできるかなっていう感じですね。セッション移動などをするともうジョブはねブックマークリストから消えます。なので完全にできません。なのでもうすでに、起動しているジョブを開始している人のみできるということで、ほとんどの人がね多分できないんじゃないかなと思います。相当ラウンド数とか増やしてねずっとやってた人、またはね入手しようと思ったタイミングの人はできるかもしれません。というわけで、今回の、このねモッドジョブを作ったハスキーさんは、これをね、まあ、海外のコミュニティサイトに投稿されてしまったと。そうすると、まあアカウントがバンされたらまた作ることができなくなっちゃうということで、予防策としてジョブを、一度ね、消してますよと。なのでまたいつかハスキーさんがこのようなモッドジョブを作ってくれることを願いましょう。気長にね待ってるとねいつかね出てくると思います。というわけでね、現時点で強盗バッグ入手方法は従来通りのコスガチャのやり方になります。やり方わかんない人はね説明欄にリンク貼っとくので、そちら参考にしてみてください。というわけでジョブブックマークしたはずなのに、今後は消えていると思います。このようにブックマークリスト探してもないようになってますので、できないできないって騒がないように、気をつけてくださいね。まあ、こんな感じのお知らせです。よかったら参考にしてみてください。